完全にお休みモードのスタッフさんです。以上、ここまで今日の全国のお天気をお伝えしていきました。はい、ということでここまで6月28日水曜日、今日の全国のお天気をお伝えしていきました。皆さん改めましておはようございます。6月28日水曜日、時刻は5時9分を回っております。この時間ウェザーニュースライブモーニングお送りしております。担当は大島里奈です。よろしくお願いします。さあ、今日は水曜日週半ばとなりました。有給使ってる方がねいらっしゃいましたけれども、平日お仕事の方が多いかと思います。今日もね、通勤通学頑張っていきましょう。気をつけていってらっしゃい。まだかな5時過ぎに出るっていう方もねいらっしゃるかな。どうでしょう。あ、旅行とかだとね、なんで休みたがってるんだよ今お仕事の話してたんですスタッフさんも完全にお休みモード旅行に行きたがってましたけど確かに旅行の時とかね、結構暗い時間に出て飛行機乗って早く、まあ午前中には着いてるといいなーなんてね思ったりしますよね。ついつい現実逃避ばかりしてしまいますけれど今日ねまだ家にね、そうですよね、まだ家にいたいということで、あ、でももうこの時間からすでにムシムシ暑いですよね。何時に、あと1時間後2時間後分かりませんけれども、家出るときはですね、皆さん暑さ対策しっかり行ってください。意外とこう曇ってる割には暑いっていうのが今日の特徴となりそうです。湿度ね、なんとかしてほしいですよねでやりたくなるくらい、湿度をこうねかき分けたくなるくらい、なんかもう蒸し暑いのでね、寝苦しかった方も多いかと思います。意外とこういう時ね、なんか寝ても寝ても疲れてるみたいなね感覚にも陥りやすいと思うので、首元冷やしたりこまめに水分補給などして今日も一日乗り切っていきましょう。